自治体別の新規感染者数です。浜松市で83人と最も多く、次いで静岡市で60人、岩田市で56人、沼津市で31人、富士市で22人などとなっています。県全体では382人で、1日の感染者が350人を上回るのは、去年9月3日以来およそ4ヶ月半ぶりです。 静岡市では一昨と,と市内のプロバスケットボールチーム、ベルテックス静岡の選手やスタッフら12人の感染が判明していましたが、昨日付けでクラスターと認定されました。また、このほか県内で8つのクラスターが確認されました。これまでに判明している感染者数は、裾野市の川田子どもクリニックで6人、さらに岩田市の事業所で27人、 伊東市の友人らの会食で12人沼津市の高齢者施設で7人などです1日で9件のクラスターが発表されるのはこれまでの5件を上回り過去最多ですオミクロン株検査では浜松市で新たに2人の感染が分かりましたこのうち1人はオミクロン株感染者との接触や県外への移動もありませんでした また静岡市は昨日の新規感染者数について26人から35人と修正しこれにより県全体では203人から212人になります。